カラブラギ、旧将、グルバルガによって打ち破られた。その後、トゥグルク朝の支配下に引き継がれたが、その地方長官であったアラーウッテエンハサンが1347年に独立し、グルバルガを首都としてバフマニー朝を建てた。バフマニー朝のスルターンたちは、首都であるグルバルガに素晴らしいイスラーム建築を残した。よく知られているのは、フィールーズ。 シャーバフマニーの命で建てられたジャーマ・マスジドであり、インドでは珍しくスペインのコルドバの建築を模したものと言われる。中央に大きなドームを持ちそれを囲むように四隅に四つの小さなドームが築かれた。またバフマニー城の歴代君主の墓が残されている。バフマニー城が五つの王国に分裂すると、カラブラギはビーダル王国の支配下に入った。十七世紀には、 ムガル帝国のデカン征服によって18世紀の初め頃までムガル帝国の支配下にあった14世紀後半頃のバーフマニー朝とビジャナガル朝ありがとうございます